にいてくれたらメンバーと一緒に移動します。いけるよって人はぜひ最後の曲まで聴いていってもらえたらと思います。ありがとう。最後の曲はさっきも言っていたあのコリズムカラオケで1曲曲が歌えるようになりました。世界は一つじゃないという曲、これを最後にやろうと思います。もちろん路上ライブだけ、この後時間がないよって人も SNS やってます。どういうバンドなのかちょっとでも気になってもらえたら、見てくれたらもっと深く知ってもらえるんじゃないかと思っています。最後の曲、本当に今日も路上ライブできてよかったです。見てくれてありがとう。あのコリズムでした。どうもありがとう。最後、世界は一つじゃない。見てくれて聞いてくれて本当にどうもありがとう。私たち4人で活動しています。あのコリズムっていうバンドをやっています。今日はこの後16時から実際に近くのスタジオに行ってフリーライブをしたいと思っています。もっとあのコリズムを知ってもらおう、そう思っての試みだから、ぜひ遊びに来てほしいです。ちょっと思うような場所に踏み出せなかった、逃げ出したのは私の薄情な勇気だって。思考の数ほど否定があること知ってしまったから、動けなくなってたんだ。生きてるだけで幸せなんだって、いっそ思えてしまえば楽になれたかな。手を定位置されるから、世界を抜け出してく、心をちぎって分かち合ってその私たち4人で活動しています。あのコリズムって言います。聞いてくれてありがとう。どんな些細なことでも傷ついてしまう、弱い自分を守るため閉じこもったことも間違いじゃない。それでもそれだけが正解じゃないことを知ったんだよ。ありがとう。私たちあのコリズムってバンドをやっています。今日この後16時頃から近くのスタジオでフリーライブをします。もっともっとあのコリズムを知ってもらいたい、その一心でやります。ぜひ遊びに来てください。嫌いな言葉で飾ってくほど私は埋もれて消えてしまう。私は私と胸を張って歩くよ。心をちぎって分かち合ってそばあてく。何度も一人では叶えられない夢を描いて、思い思いの歩幅があっていいんだよ。どうして分からなくても近づきたい。この後フリーライブやります。ぜひ遊びに来てください。ありがとう。
してくれてどうもありがとう。あのプリズムでした。どうもありがとう。今ずっとアナウンスしてたけど、このまま16時からもう16時だね、ほぼ16時なんだけども、この後スタジオに移動して実際にあのコリズムフリーライブをします。いけるよって人、この